吉田さん、誕生日になってしまいました。49歳。いやー、過酷ですね。時間っていうのは平等に過ぎていって、早くもない遅くもないわけですよね。あの人は年を取りにくいとか、この人は早く年を取るとか、そんな不公平全くなく、時間っていうのは容赦なく過ぎていきます。まあ、49歳っていうと40代もファイナルに来るわけじゃないですか。でも私ね、40代になって本当に良かったなって思うことがあるんですよ。それはですね、私の40代っていうのは人生からお金の問題を全部ね、解決してくれたってことなんですよ。全部ですよ。本当に素晴らしいことだと思います。ですから、これから始まる私の50代以降の人生っていうのは、私の本当ね、自己実現っていうか、手の届かなかったところに届くことばかりが起きるような気がするんですよ。すでに40代では、まあ、借金もなくなりましたし、マイホーム、家庭、子育て、若い奥さん、こういったものをいろいろとね、私のところにもたらされて、で、まあ、ナイトライダーもできてますしね。こうやってネットビジネス、まさにパソコン時代で世界を飛び回ってはいませんけども、世界を飛び回らなくても、まあ、自分の持てる範囲を飛び回ってね、金銭的、時間的には何不自由ないですね。これ素晴らしいなと思うのと同時に、 YouTube をやることによってこれが手に入る可能性が格段に高まるということは、同じ年代のロスジェネ世代にね、力を込めてアナウンスしたいと思います。最近ではなんかデジタル省っていうね、省庁ができたみたいですけども、はっきり言って YouTube 庁とかを作って、私がそこの長官になれば、多くの人の人生が救えるんじゃないかなと思うんですよ。でも国っていうのは相変わらず昔から続く伝統的な価値観、施設、そして、そういった組織に依存して、成果が出なくても頑張ってるからいいじゃないかみたいなね、そんな感じで予算委員会っていうのは進むんだろうなと思います。まあ、ここで政治的なことはどうこうとかね、あまり言いたくはないんですけども、でも私たちは政治によってコントロールを受けてますから、それこそタブーすることなくね、新しい、岸田政権についてもいろいろとちょくちょくとね、言っていきたいことは言っていければいいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに30万円の自転車買ったら消費税がやっぱり3万円くらいでしょ。これね、痛いですよね。払う必要のない3万円がここにあるわけですから。消費税っていうのを集めてどっかの財源になってるかって言ったら、そんなこともなくって、財源は国債発行してるに過ぎないわけですからね。こういったお金の知識ができたのも、私が真剣にお金に悩んで、お金に苦しんだからだと思いますし、今はお金によってすごく助けられてます。まあ、ですので、人っていうのはお金があるから人間は問題を起こすっていう方もいますけども、でも私はお金の本当おかげさまって感じですよね。お金あってありがとうね。お金を人に渡すだけで自分の夢や希望が叶うよってことですよね。ほとんどの場合叶うんですよ。だからやっぱり金のことぐらいは型をつけないと、ちょっと人生はね、本当に不自由なものになっちゃって、しまいには見える範囲のものが自分の求めるものだ、っていうふうに思っちゃうんですよね。やっぱり自分が見えてないものとか知らないものっていうのに関心を向けた時に、そこに手を伸ばしたいと思っちゃいますからね。だからやっぱりすで、に手を伸ばして掴んだ人から見ると、手を伸ばさない人とかね、手を伸ばそうと思ってもなかなか勇気が出ない人にちょっと肩入れしたくなっちゃうところありますね。はい。あ、でもね、そんな私でもね、食べるものは一緒ですよ。クリームパン食べてますよ。で、昨日はバースデーケーキも食べちゃいましたけど、もらいました。それからね、吉谷さん、いろんなね、誕生日プレゼントも届きました。おかげさんで、まだまだありますけども、ちょっとお見せできません。イカが届いたりね、誕生パーティーやってくれたりとか、まあでも街中にいた時みたいに毎日のようにね、誕生日パーティーやりましょうって誘われることはさすがになくなりましたね。田舎におりますんで。はい。でも今は本当に家族に囲まれて、私の胸に収まるだけの幸せはしっかりとここにあるかなと思います。だから私がこれから活動するとしたら、自分の幸せのためではなくて、より高い満足のためでしょうね。で、最後にこんな話をしたいと思います。人間はどんな時に行動するかってことなんですけども、一つはですね、苦痛から逃れたい時なんですよね。これ私、苦痛から逃れたくて行動してきました。で、もう一つはより良い快楽を得たい時です。今私は50になろうとしている時に、このより良い快楽を得るために活動するっていう方向に変わってきましたね。できれば人生の後半は苦痛から逃れるんではなくて、より快適を目指して頑張れる日々の方が、まあ、夢や希望を持てるかなと思いますよね。でも同時に、健康っていう苦痛から逃れられない、逃れたくても逃れられない問題がこれから襲ってきますんでね、少なくともお金のこととか人のこととか時間のこととかは、苦痛を感じないように受け止めていけるような、そんな人生が構築できたらいいなと思う40代でございました。吉田さんはまだ40代が来てませんけども、でもね、お金の問題が今ぐらいのペースで解決できているんなら、
それは素晴らしい40代が来るんじゃないかなと思います。ぜひね、その感性で迎えた40歳に対して、またね、いろいろとコミュニケーションを交わしたいと思いますよね。50ってでもすごいですよ。よくね、小野田さん変わらずにいられるなと思いますよね。40の半ばぐらいからお付き合いありますけども、見た目もね、明るいですしね、笑顔だしね、楽しんでらっしゃるなと思います。新しいことにも挑戦するし、すごいな。隠居する気はさらさらなさそうですね。ということで、私一人が隠居しても何も面白くないみたいなところがありますよね。まあでも誰かに依存しなくても一人で楽しめる力を身につけないといけないんですね。はい、じゃあ本日は以上です。何でしょうね、はい、まあ誕生日ということにしておきましょうか。ハッピーバースデー。